どんなコースですか？アサリの中だと一番の急斜面で、まあ圧雪もほぼ入れないので、常にボクボクの超急斜面のパウダーコースが楽しめるとこですね。ここ最高斜度何度ぐらいあるんですか？何度ですかね？35度。いや、わかんないけど、30度以上あるから。どうですか？トップ選手の皆さんでもこのコース滑るの怖いですね。だいぶ奈良ちゃんに怖いものある？いや、これはちょっときついな。ここにじゃあ飛び込んでいきますか。飛び込む。オレンジチャレンジ。オレンジチャレンジ。オレンジチャレンジ。レッツオレンジチャレンジ。センターが一番なんていうか最初だけ急で、うん、あとはなだらかになる。で左側に行くとちょっと左上がりのちょっとコブがある感じになるんですよね。こっちビギナーだよね。でビギナー多分真ん中っすね。あ、ビギナー真ん中なんだ。あるの？でオレンジビギナーあるの？ビギナーオレンジはビギナーじゃないですエキスパート。右側に行くと林がちょっと切れかかってるあの辺りから一気にストーンと落ちるんですね。下に。あ、それはちょっときついね。ナムちゃんにじゃあビギナー残しとく。真ん中。ありがとうございます。ビギナーないんだって、だってないんだって。大丈夫？緊張してる？緊張してる。かわいい。はい、スタート。え、あのスピードで行くの？さすが主。すごい。行くんだ。あ、すごい。すごい。ちょっと待って、すごい。緊張してますね。膝がね。見える見える。とか言ってさ、直角押してた。全部？同じラインで。タカヤと同じようなライン行きます。さあ見せてくださいよ、素顔さん。いや、俺そんな。オッケー。はい、スタートします。よいしょ。大抵ちょっと待って、あのスピードで行くのみんな。え、うわっ、うわっ、すごい。転んだ？開いてないよ。いける？先輩いける？いや、私は無理。丁寧に
します。本当かな。なまら攻めてるわ。なまら攻めてるって。私本当ゆっくり行きます。あ、これ行けよ。ちょっとゆっくり行きます。はい、スタートします。あ、怖い。どう、オレンジ。いや、オレンジビギナーコースないですね、ここもうちょっとゆっくり行けばよかった。頑張れ。どうでした？オレンジいいっすね。楽しいですね。最高。でも出だし2人すごい攻めてたから、ね、いや主が行くからさ先輩も開けられないと。かっこよかったジャンプとか。主頑張りました。主だってイメージ、ね、バンバン飛んでた。主飛んでたもん、ね、よかったね、うん、よかったですね、うん、もういいかな次にさちょっと左側行こうかなって。いやいいいい、もうレッド行こう次。だって今のわざとでしょ。いや、わざとちゃうわ。わざと説出てるよ。カメラの目の前でちょっと。ちょっとタイミング良すぎたよね。もうちょっと下の方がバレたか。いや、だって転びそうにないところからキャーってもう言ってた。はい、じゃあもう大満足したということで皆さん。締めようとしてる。いいですか？締めようとしてる？いいんですか？はいはい。もういいんですか？オレンジは十分ですね。取れ高バッチリなので、次行きましょう。Leave the seasons, it's breezes, Jesus, the seasons about as cool as my t-shirt. This chick is old school like Shelton with Edith. She feed me shellfish, I need it. Since I don't eat beef or chicken, pork always bleeding. Y'all had enough of your summer, go leave and go back to Bummer, Ohio. Why only wild out on the weekends? I'm on a surface safari with a stunner for certain. Sir, I'm sorry if you only thought of putting just your feet in. Now repeat it. And I'm on my way. Kids go out. Get the babysitter paid and don't go home now. I be known, but don't forget phone calls out. But it goes two ways like a freak so wild. I was there to get a seat. I was good up in the house. My thoughts are so unique. I may blow now. Turn out fine. Yeah.
ーズンのリムズスキーサロンネクストのテーマはネクスト式スキーメソッドということで、はい、今ですねこのように斜面にまっすぐ立っている状態ですね。でスキー操作の基本はですね、体の下から外側に開いていく、はい、多分親方通るんで、はい、来週、はい、